はい、なぜ一時寿命をしないといけないかっていう分かりやすいアームでの説明ですね。今こちらのボルトを外したんですけど、このトレーリングロッド、アームだけがこう上に行ったんですね。これがこういうふうに。で、なぜこういうふうに行くかっていうのは、今ジャッキで上げてるんで、こちら、これブレーキローターなんですけど、アームごとやっぱ下にこう垂れ下がってくるんですよ、こちらが。これがこう下に下がるんで、これが下がってるんですよね。で、1G っていうのは地面についてる状態ですね。テンションがかかってる時は、これが上に行くんで、今このアームがある位置が、重さが 1G かかっている時の状態なんで、やっぱここでこのまま締め付けてしまうと、ブッシュがもう固定されて動かないんですよ。ピロだと動くんですけど。なので、やっぱ 1G 締めをしてくださいっていうのは、一般的にブッシュがあるところはやっぱ言われてますよね。一応ちょっと簡単に素人なりに説明した短い動画ですので はい、一応説明はこんな感じです。まあ、言葉の説明、言葉足らずなことがたくさんあるんですけど、まあ、この動きだけちょっと見てもらえれば、一応こういうことなんで、